安藤さんも絵描きになればいいじゃん。水野くん、何バカなこと言ってるの？一緒になろうよ。お腹空いた。うん、今から作りますよ。あ、また雑誌の挿絵ですか？来月はとりあえずいいよ。別々のところに行ってもさ、絵描いてられたらいいよね。どんなに貧乏でもさ、きっとそれってすごく幸せだと思うんだ。